2029女たちの一票一揆、女が変える政治も暮らしも原発も、女が変える今国会をということで、3時から6時のちょっと長時間になりますけれども、皆さんぜひよろしくお願いしたいと思います。今日は北海道の泉香織さんが提案者になってくださって、一票一揆、女が変える政治も暮らしも原発もというタイトルで1回目を開くことができることになりました。どうして女たち その定期的な集まりっていうものがあったらいいかなっていうふうに私が思ったかと言いますと、このものすごい原発事故が起きて、私はこの世の中はひっくり返ると思ったんですね。もういろんなものがどんどん変わっていくというふうに思ったんですね。ところが大飯原発の再稼働に象徴されますように、なんだか変わらない、何も変わっていかないじゃないかっていう、そういう思いがものすごく強くしています。もちろん市民の間で変わっていることはどんどんあるんだけれども、特にその政治の場でなかなかその変わっていかない、そういうことをすごく感じています。でこんな原発事故が起きて、日本中に放射能が降り注いで、人々が本当に困難な毎日を暮らしていく中で、今世界が変わっていかなければ、私たち一人一人が大切にされる世界というのは生まれないんじゃないかと思うんですね。本当に新しい価値観というのをここで作っていかなきゃならないんじゃないかというふうに思っています。そのためには、今まで本当に男の人たちがたくさんこの社会の矢面に立って経済成長をしてきました。でもその陰でやっぱりいろんなものが犠牲にされてきたというふうに思うんですね。それでここは一つ女こそが前に出ていろんなことを考え、そして作っていかなくちゃならないというふうに思っています。私福島原発国訴団というのをやってるんですけれども、その国訴をする非国訴人は一人の人を除いて全員男性なんですね。その非国訴人の人は、だからいかにこの原発社会というものも男性が作ってきたんだということが分かると思います。それで特に男性を排除したいと思っているわけではありません。岩場ですね、ここは女風呂だと思っていただければいいかなと思ってるんですね。女がお風呂の中であれこれ喋りながら新しい何かを考えていこうよ、何か新しい道を探っていこうよ、そういう思いで女たちの集会というのをやりたいなというふうに思いました。でちょっとこの政治のことに絡めてお話ししますと、私の友達にルワンダ人がいるんですね。ルワンダという中央アフリカの国の人です。マリー・ルイズという友達なんですけれども、その国は今女性の国会議員が 54% なんだそうです。 25% は女性で占めるってことが法律で決まっているんですけれども、なんと 50% を超える人が女性の国会議員になってるんですね。でそのマリー・ルイズに、どうしてそんなに女の人たちがたくさん国会議員になっているのって聞いたんですね。でものすごい内戦があって、たくさん の男の人がお互い殺し合ったわけですよね。それで男の人がいなくなったからなのって聞いたら、違いますって言われました。やはり男の人たちに任せておいたら、こうやってお互いを殺し合う戦争がまた起きるから、だから女性が今出ているんだということを彼女は言っていました。実際どんなふうに今ルワンダの国がなっているのか私もよくは分からないんですけれども、やはり、平和、そして人々が気持ちよく生きられる世界というものに女の人が生活の中からご飯を食べているお箸を置いて、そしてなんか平和のために駆けつけるみたいなね、そんな感覚がとても大事なんじゃないかなというふうに考えています。今日お集まりくださった皆さん、お一人お一人が本当にこの世界を変える力を持っているんだと思います。だからみんなでいろいろ話し合って、ワイワイと女風呂で話し合うような気持ちで話し合って、何かが生まれていけばいいなと思います。ですね、私日本に長くいなかったということもあるんですけれども、本当に真剣に
国会中継を見たのは20ミリシーベルトに関する、国会審議でした。それぐらい今まで政治というのは本当に遠いものでした。 3.11 以来本当に世界がひっくり返ったと思っている方たちは私だけではないと思います。ここにいる皆さんみんなそうだと思います。でこれまでですね、私は今まで25年間外国で暮らして原発のない国にのほほんと暮らしてきまして、 3.11 で本当に世界がひっくり返り、それからもう気が狂ったように、走り続けてきたんですけれども、みんな思いは同じだと思うんです。やれることは全てやってきた。原発事故から1年半、女たちは5月には昨年ですね、20ミリシーベルト撤回交渉通いましたね、皆さん。福島からも女の座り込みも、福島の女たち、それに続いて全国の女たち、そして栃木10日の女たちの座り込みが今も続いています。9月にはアイリーンや佐藤幸子さんとアメリカにも行き、福島の原発事故を起こし、収束もしないまま子どもたちを放射能の弾丸にさらしながらですね、安全な原発を作るというふうに国会の、国会じゃないですか、いません、国連のですね、首脳会議の場で発言した野田総理に、そんな発言を黙ってさせられるかと、私たち日本の女たち、国連ニューヨーク本部前に駆けつけまして、そこでアメリカ、それからニューヨーク在の日本人の人たちと、スタンディングデモをやりました。アメリカのワシントンの、原子力規制委員会にも行き、原子力、委員たちにも福島の現実を伝え、子どもたちのメッセージを届け、子どもたちの絵を見せ、そして女たちのハンストが日本ではあり、団員がありました。なぜ私が今ここに立っているかというと、もう請願を出し、陳情を出し、座り込みをやり、ハンストをやり、デモをやり、もうやることも全てやり尽くしてきたんです。そして6月の1日から福島の保養村団会に出かけまして、二本松と伊達、たったの2日間の間に1000人の親子が駆けつけました。本当になんとか夏休みの間だけでも子どもたちを少しでも遠くに避難させたいという若いお母さんたち、赤ちゃんと2人の子供を連れたお母さんたちが山のように押しかけたんですね。母子心情を考えたというお母さんもいました。福島の会場では札幌に避難していたはずのお母さんにばったり出会って、こんなとこで何してるのって聞いたら、息子がもう福島に帰りたい、死んでも帰りたいと言ってとうとう福島に戻りましたというふうに言われました。この8月には札幌の桜台という雇用促進住宅に福島から避難されてきた家族はたった1家族、8家族が戻りました。福島の状況も刻々と変わっています。今までの保養ではもうやっていけないところまで来ています。そして6月の4日に札幌に帰り、6月7日女たちの団員がありましたね。そこで福島の女たちが官邸に押しかけて、野田総理に私たちの気持ちが届くように、総理の心に響くように私たちの思いを伝えてくださいというふうに女たちが訴えました。そしてその翌日、なんと野田総理は大阪かどう決めたんです。もういい加減にしてください。総理、国会議員、政治家は私たちの負託を受けて国民の民意を反映するために政治をやっている人たちではないんですか。主権者は国民なんではないんですか。
70% から 80% の国民がもう原発はいらないと言ってるときに、今日の新聞は断層があっても原発再稼働ですよ。規制委員会は国会通さないでもやるとか言ってるんじゃありませんか。どこまで国民をバカにしてるんでしょうか。3月17日から19日の間にアメリカは福島の上空をヘリコプターで飛ばしましたね。そこで光線量を測って、アメリカから日本の外務省に福島上空こんな光線量になっていると報告が来たんです。それを文科省に伝えたら文科省は何と言ったと思いますか。アメリカはこの情報を公表してもいいと言ってるのかって言ったんですよ。こんな国民の命に関わる情報をアメリカ政府の許可なしには出せない日本政府と言ったのは一体何なんですか。福島から避難してきた23歳の若い女の子が私にこの間聞いてたんですね。3月11日のその日に全て捨てて、とにかく最初のフェリーに乗ってたどり着いたのが苫小牧。全てを捨てて逃げてきて、原発のせいですよ。それでも原発反対と言えなかったって言うんです。反対なんて言っていいのかなって、学校でそんなこと教わってこなかったって。今までね、たくさん外国人の人たちが日本に来ました。報道陣もたくさん来て、聞くことはなんで日本人はなんで怒らないのっていう、その一言です。でも私は日本人怒ってると思います。福島の女たちももう怒りはもう抑えきれないところまで来ていると思います。そしてもうモグラたたきはもうたくさんだというふうに皆さん思っていると思います。私はそう思っています。やってもやっても次から次とあの手この手ですよ。この政府はもう政治を変えるしかない。今たくさんの女たちがそう思っています。全国で思っています。私は6月29日の第1回の女の一票一揆以来ずっと候補者を探しています。国政選挙はちょっととか、政治があまりにも遠いとか、いろんな方がいろんなことを言います。でもまず第一は候補者を出すことですね。ダメな政治家を落とす、頑張っている政治家を応援する。政治を変えるのは私たちが政治を担うというまず自覚をですねしなくてはいけない、そういうふうに思います。そして福島の子どもたち、今回私たちは小さい子ばっかりですが雇用に受け入れているのは、2週間のうちに病院への搬送は30件です。呼吸器系の病気が続出しました。親も体力が落ちています。福島の1、2、3、4号機まだ全部危ないです。あんなとこに住んでていいのか、本当に私は疑問です。そんな中で大井を再稼働し、次々と活断層があっても再稼働するなんて言っている、これは何としても許せないです。そして今日問責決議案が出され、国政選挙はいつやってくるかわからない。さて私たち国民にその準備はあるんでしょうか。それを私たち一人一人が自分自身に問いかけ、何ができるかを今考え行動するときだというふうに思います。実は私は25年外国に住んでいました。北欧とノルウェーです、デンマーク、それからアフリカ各国住みました。最後は独裁政治のジンバブエです。ノルウェーでは社会民主主義の政治の中、閣僚の半分は女性です。7つある政党のうち5つの党の党首は女性です。松葉税をついた女の環境大臣もいました。シングルマザーの妊娠したお腹の大きいエネルギー大臣もいました。最年少の国会議員は26歳ですよ。女たちの運動にノルウェーで関わって、強姦に関する法律も女たちで変えています。そういうことが可能なんですよ。日本でもやってきたと思います、たくさん。そしてジンバブエ、
ムガベ大統領の独裁政治の国に7年暮らしましたけれども、そこはなんと野党に投票したら家を焼き打ちされ殺されるような国でした。選挙の時ごとに死傷者がどんどん出るんです。私たちも選挙の時ごとにスーツケースを準備して10日分の食料と水を準備し、いつでも避難する準備をして暮らしていました。それでも女たちは命がけで子供たちのために一票同時に長い行列に並んでいました。3人よれば集会の許可を取らなくちゃいけない、反対表明したら食料援助ももらえない、そういう国で女たちは子供たちの未来のためにできることをやっていました。私たちにもできると思います。私は今回 3.11 が起きて初めて日本って民主主義ってなかったのだなっていうのを初めて知りました。アメリカの方ばっかり見て、原発だけじゃありませんね、オスプレイ、TPP、消費税。民主主義があったらこんなことがまかり通るわけがないんです。そして国民は政治は遠い、政治は遠い、どうしようもない、政治は汚いって言ってますけど、でもだからこうなったんじゃないでしょうか。政治を変えずに政治を変え、原発を止めることができるんでしょうか。できないと思います。本当に福島の相談会の様子を見て、30万人の福島の子どもたちを守るにはこんな札幌で雇用なんかしてても仕方がないなと思いました。国会の半分を再稼働を止め子どもたちを避難させようっていう国会議員で合法的に置き配するしかないなというふうに思いました。そこから出たのが女たちの一票一揆です。1年半経って運動の疲れも出ています。いろんなことをやって思ったほど成果が出てない、そんな思いもあります。今ここで仕切り直しをし、今まで遠いものだったと思っていた政治を私たちの身近なものにし、自分たちがこれからの未来を作っていくということ、一人一人が自覚をし、主権を取り戻し、主権者であることを再認識する、まずそこからではないかと思います。そして今私は追い風だと思います。これだけの日本の国民が、女たちが何とかしたいと思ってるんです。国会本位では20万集まりましたね、4月29日。私もそこにいました。ここでたくさんいる女たちと一緒に、これを逃しては日本は変えられない、そういうふうに思っています。今私たちの暮らしと子どもたちの命をと未来を守るために、私たち大人の女たちがですね、何ができるのか、政治を変えるためにどこから始められるのか、人任せにしないで自分で知恵を絞り、他の女たちとつながり、男たちともつながり、政治家とつながり、今一歩を踏み出す時ではないかというふうに思っています。本当にこれをこれからまだ長く長く続く戦い、その第一歩にしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。今日は思いっきり話していただきたい。今日はね、みんな発言者の時間はみんな短くしました。ぜひ皆さんに全員一言言って帰っていただきたいです。そしてここで得たアイデアを持って帰った地元でできることをぜひやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。地方議会の話です。今私が暮らしているのは東海第二原発から7キロぐらいのところにおります。
国会をね、乗っ取らないともうダメよ、なんとかしようよっていう電話が泉さんから来たのは、もう6月のその保養の会の頃だったんですけど、その頃、地方議会を相手に、私たち原発立地域にある村や町や小さいところにいる市民がですね、国会議員の半分が女性どこの話じゃないです。小さな村や町の20人の村議会議員、町議会議員の中に女性が1人か2人、そういうところに原発はできています。田舎の地縁、血縁、昔からのこう名の通ったお家から議員さんは出ると、議員様というような感じのところも多いし、そこでその発言権のあまりなかった女たちが311以降変わりました。確かに国会議員を出せるほどには変わっていない。でもね、今まで議会の傍聴なんかに一度も行ったことのなかった普通のお母さんたちが子供をおばあちゃんに預けて傍聴に行ってます。で、署名も請願も陳情もそれだけじゃどうしようもない。確かにどうしようもない。でもね、署名は17万、その後20万を超え、茨城県知事の考えを無視はできないねというふうに言わせるまでになった。数の力です。女たちたくさんの、もちろん男もですけれど。で、皆さんに今日お配りしたこの地図は、東海ラインを廃炉にしてくれという、再稼働しないでくれという、その、名前がね、請願地位上というといかにも恋願っているような、そういうことですけど、結局やれっていうことを自分たちの代表である議員たちに届け、議員たちと一緒になって、で、県知事、国に意見書を上げていくということで、国会で脱原発と言っている議員さんたちが、ほら、立地県の茨城でこれだけの市町村が反対して、それを知事が受けているじゃないかっていうことが、一つの私、国会議員さんたちのその何て言うのかしら、力というかサポートというか追い風というかになると思うんですね。やっぱり田舎でね、やったことがなくて力がちっちゃくてちびっとしかできなくても、そのちっとが大勢集まると国にも届く力になる。官邸前の頃そうじゃないですか。最初何人でしたか。やっぱり高くを強くを直結を、もう本当に本当に私たちのような女の仲間から立候補する議員が出て、で、今頑張ってくれてる女性議員さんたちと手を携えてね、そういう人数が増えていくのが一番です。そう思います。でも一足飛びにもし私には無理だなと思う人がいても、できることは必ずある。自分が住んでいるところの議会に行く、議員に声を届ける、仲間と手を携えてその声を大きく大きくしていく、できることをやっていきたいっていう、ちょっと田舎からの話でした。よろしくお願いします。